はい。こちら子供人権百当番。子供の人権百当番は夏休み明けに増える子どもの自殺を防ぐために毎年9月1日を含む1週間受付時間を延長しています。県内の相談件数は3年前184件でしたが。 一昨年からはコロナの影響で PR ができなかったこともあり、半数以下に減っています。寄せられる相談内容は子ども同士のトラブルや両親の不仲など、親からはトラブルに対する学校の対応への不満などが多いといいます。決して自分一人でねあの、悩むことなく、周りの誰かに相談してほしいし、 周りに相談できなかったら、あのこのような人権1 1番、子どもの人権110番に電話して話をしてください、私たちあの人権擁護員があなたたちの立場に立って、しっかりとお話を聞いていきたいなと思っています。番号は0120-007-110で、あすまで午前8時半から午後7時まで受け付けています。 あさって以降は平日の午後5時15分までです。